2024年鈴鹿選手権シリーズ第6戦カートレースイン鈴鹿ヤマハ SS クラスの暫定表彰です。優勝したドライバーからご紹介いたしましょう。優勝はカーナンバー63番 A チームバズレーシングから高木虎之介選手、おめでとうございます。2連勝になりました。ドライでも優勝、このウェットでも優勝、おめでとうございます。今回も後ろを大きく引き離しました。素晴らしかったです。そして第2位はベテラン高村博也選手、おめでとうございます。樋口レーシングチームから参戦となっています。鈴鹿では2回のチャンピオンを取っているドライバーです。そして第3位の選手は繰り上がりとなりまして初の表彰台、おめでとうございます。第3位はフォービラブルーアッシュから片岡春選手、失礼しました、第3位です。 ERBS ウィズサクセスから高橋聖奈選手、おめでとうございます。サイチェッカーだった高岡選手を言ってしまいました。高橋選手、おめでとうございます。それでは審査員を行っていきたいと思いますので、トロフィーもお持ちください。 A チームバズレーシングから参戦して共に切磋琢磨しながら腕を磨いてきてました2人が表彰台を獲得ということになります。1位の高木選手、そして3位となりました高橋聖奈選手、おめでとうございます。写真撮影の方よろしいですか。おめでとうございます。それでは最後スパークリングファイトで締めくくっていただきたいと思います。どんなスパークリングファイトを見せてくれるんでしょうか。高木選手は2連勝、そして高村選手も表彰台、おめでとうございます。高橋選手は3位、表彰台、初めての表彰台です。それではいきますよ、いきますよ、スパークリングファイト、どうぞ。おめでとうございます。まずは高木虎之介選手のキャップを取って高村選手から注ぎ込まれています。そして高橋選手も一緒に、おお、高木選手の背中へ注ぎ込むという形になりました。ということで若いドライバーたちの活躍が見られる、そんな一戦となりました。ヤマハ SS クラス表彰台を獲得しました各選手に大きな拍手をお送りください。優勝は高木虎之介選手、第2位は高村博也選手、そして第3位は高橋聖奈選手でした。おめでとうございました。